ピアノ弾き語り一本グソーで、みなさんこんにちは。今日は誰でもできるピアノ弾き語りと題してお届けしようと思います。ピアノ弾き語りってなんかかっこいいからやってみたいけど難しいって思われがちでしょ。途方もなく、どうやったらいい？できるよ、そんなに難しくないよ。あ、こういうステップがあるんだっていうステップのお話をして、最後あなんかできそうだな、あこういう風にやったらできるんだっていうところまで持っていきたいと思います。でよく私は蝶々とかさ、童謡ねとか赤とんぼとか、そういうこうあんまり考えなくても歌えるような曲をピックアップして弾くようにとおすすめしています。今日もね、蝶々を題材にやってみようと思います。ステップ1、まずはピアノ弾けるようにしよう。これが難しいわけですよ。なので今日は初歩の初歩の初歩、いろんなものを使いません。まずはできるようにね、一曲できるようになりたいからね。ということで皆さん出してください。左手一本指、どれでもいい、どれでもいい、一本で、右手はグッ、もうこれでいいのよ。これでちょー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 、目の針止まれ、菜の針開いたら桜に止まれ、桜の花の花から花へ止まれ、これができるようになればいいよね。でこの手順、ピアノだけまずいきますよ。ポストイットとかなんか何でもいいや、こう貼れるシールとかがあったらいいんですけど、蝶々の場合はドとソ、この2個しか使わない。でそれもあんまりこだわらないで、ここに貼りますシール、ね、貼りますよ。もうねこんがらがっちゃうから、この貼ったところどの順番でもいい、行きたい時に行けばいい、鳴らしたい時に鳴らせばいい、うん、でグー、これももう鳴らしたいところをいい、いいわ、オンなんで左手ドとソね、じゃん、はい、ピアノ完成ね。これ別にこうやってもいいよ、別にこういろいろやってもいい、でも歌があるからね。なんであんまり動かないのから始めるといいね。ここまでがピアノです、完成。ステップ2、歌、歌は歌えますよね、皆さん。蝶々、蝶々、菜の葉に止まれ、菜の葉に開いたら桜に止まれ、桜の花の花から花へ止まれよ、遊べ、遊べよ、止まれ。ですね。ここまで、ステップ2まで。バラバラにできました。ピアノ弾けた。ステップ2で、歌、歌えた。さあ、行きますよ。ステップ3。これ、合体させるわけ。ここでみんながくじけちゃうんでしょうね。ここでくじけちゃう。で、ここを細分化するよ。まずはよ、ね。1、2、3。3つをいっぺんにやろうとするから、こ
ここでくじけちゃう。なんで、まずは、左手と歌。いきます。ちょー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 。ね、ここでね、ここで。ね、みんなからの質問。映るとき、いつみたいな。いつここに行けばいいの？なんだ。いつでもいい。好きに、強弱もタイミングもリズムも好きにやってください。ちょー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 菜の葉に止まれ菜の葉に開いたら桜に止まれ動かなくてもいい。次右手と歌ね、これはね。ちょー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 でもいいし、菜の葉に止まれ菜の葉に開いたら桜できた。できたね。今度は、左手と右、いよいよ、合体だよ。ね。この合体がなかなか難しい。で、これって、ダンスなの。ダンスって難しかったじゃない。ね。私もなんか TikTok で今ちょっとダンスやってんだけど、難しいのよ。右足はこうしながら、左は踏ん張るとかさ、こう、歌を歌いながら、違うタイミングで左と右を鳴らしていく、動かすっていうことだから、ダンスと同じと捉えたらどうですか皆さん。いきなり合体ってするとそれ難しいから、ゆっくり、まずは少しずつやっていく。そのうちにできるようになる。同じです。弾き語りも。なので、まずはさ、ね、最初のポジション。これやって。この練習ですよ。で、あ、簡単になってきた。そしたら、ちょー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 、なのはにとまれ。このように、あ、よし、できるようになった。じゃあ、なのはにあいたらに行こう。部分練習、少しずつ。なぜなら、動きが違うから。ちょっとだけここを苦労する。ここだけ練習する。ダンスと同じ。できるようになると。皆さんもやってみてください。ちょー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 菜の葉に止まれ菜の葉に開いたら桜に止まれ。できると思うよ。で、こういうことができるようになってきたらさ、いいね、登録いただければ嬉しいございます。音楽の先生コーミとしてレクチャーしてもらいたいなと思うようなことがあればぜひコメント書いてください。ということで今日は誰でもできるピアノ弾き語りのミニ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 レッスンをお届けいたしました。やってみてね。じゃあまた。